はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。甘摘みカボシなんですけれども、さっきね一回やってみたんですけど、どうやらねクエストの難易度がだいぶ低そうなんで、まあ運枠4仮、まあね、運枠難易度は一応バラバラにしてみたんですけど、まあ奈落、もちろんね、近畿の極パンパン突破してくださった運極だと思います。で、まあ使いやすいということで伸びたで、私は運極じゃありません。32だね。アデブタ。一応超絶からはつくよみ0。というわけで、この編成で試しにやっていこうと思います。さっきはね、さっきまあ1回目撮った動画は、アレスとかね、いろいろ使ったんですけども、多分この編成でも全然いけるんじゃないかなと思います。で、ね、さっきバステト使おうと思ったんですけど、私ね、バステト X にしたみたいで、すでに。いなかったですね、バステトは。いや、チップ層強くね？アデブダイ入れたの失敗だったかな。はい。というわけで、ステージ1突破で。まあ、ステージ2はね、これ同時処理なんですよね。この真ん中の、真ん中じゃない、両サイドにいる子たちが。こう出てきてくれて、ああ、なるほど。じゃあ、ソテで、今のビットン破壊は悪くなかったんだ。いや、すごくいいテンポだね。そうなんですよ。さっきやってみたら、難易度がね、あれってぐらいに低かったんですよね。激究極ではなかった。と言うべきですかね。さっきはね、よくわかんなかったんで、結構雑なプレイがあったんですけど、今回はね、一応、降臨キャラ4体ってことなんで、ちゃんとやってきます。まあ、はまれるとこはまってあげて、やることはね、ステージ1と一緒。あの、反射制限？伸びた動けっかな。貫通制限か。貫通制限を処理してあげるんですけども、これね、同時処理じゃないんですよ。実は。蘇生かからない。まあ、ちょっとするとボスが蘇生かけるんですけど、それまではね、別に蘇生もかからないんで。で、今1体倒したこの、神。神族のなんか。この子も同時処理じゃないんですよね。じゃあ、でも硬い硬い。蘇生かかっちゃったかな？このね、ロックオンは結構きついです。ここは注意してください。倒すなよ。倒しちゃうんだよね。そういうこと言うと。まあ、ボス特攻しちゃってもいいのかなって気がしますけどね。ロックオンが強いだけであって、とりあえずボス特攻でも全然いけそうな感じがするんですよね。マジか、そっち狙っちゃう。ご了承していきましょう。今んところね、やっぱ強い、残る。そっか、お前ら残るのか。伸びた友情クリティカルか。まあいいや。めんどくせえ。そこで残ると思わなかったな。チップ層下行っちゃうよね、多分。やっぱ下行っちゃったか。でもね、つくよみゼロの弱点ロックオン、場所によっては結構削ってくれますね。雑魚処理には使えるかも。やっぱあれから難易度順だね、本当に。使ってて強いのは。ここも多分雑魚処理先にしてあげて、真ん中の、ミスった。あら、ひどい。多分、ビットン、鬼、ビットン、鬼でハマってあげれば、2ターンでね、ポポンと、進める予定だったんですけど、まあ、ミスっちゃったからな。鬼がね、これ即してくるかどうかまだわかんないんですよ。わからずじまいで終わっちゃったけど。で、価値の同時処理か。こんなもんかな？さっきね、伸びたでもワンパンできたんで、要はね、地雷を取ってるからワンパンとかじゃなくて、普通にワンパンできます。これはちょっとね、驚愕の難易度だね。いや、チップ層が強すぎる。そうだね、運枠ナンバーワンはやっぱアデブダだね。さすが爆絶、豪絶、そんなに恥じないステータスです。と友情コンボ。で、普通に強いしね。チップ層の砲撃型とか出たら結構ぶっ壊れんじゃないかな。で、まあさっきのフェローレーザー、ロックオンか。ロックオンレーザーがちょっと痛かったんで、まあ、つくよみゼロの回復も結構いい仕事してくれるんじゃないかなって気がします。で、今がちょっと無駄な動きするんですけど、奈落を使ってる理由が、今からね、価値に SS 打つんですけど、これで価値が同時処理できるんであれば、早めにこう、
クエストを進められるのかなと思います。あ、そういう感じになっちゃった。ストライクショットはあんまおすすめしないですね。この動きは想定外だった。これで防御ダウンですね。あとはもう、下に入ってあげてカンカンとはまってあげれば終わりです。いやー、ちょっと角度きついな。こっちからいけるかな。あー、外した。あ、でも削った。 OKOK。 あと雑魚処理もしてくれたしね。で、価値の攻撃は別に痛くないんで、そんな気にしなくていいのかなって気がします。ホーミングをね、ポコポコと打ってくれるだけなんで、たまには打つか、ストライクショット。冷たい突き。でも強っ。防御ダウンしてればダメージソースになるな、これ。とも、今回はね、運枠4でやってみたんですけども、どうだろうね。やっぱ、ナンバーワンアドゥブタだけど、別に突く読みとか、究極伸びたでもいけなくはない気がする。けど、まあ、アドゥブタの友情に助けられたからな。まだ、伸びた3、アドゥブタ1でもいけるよっていう感じかな。はい。というわけで、2本続けて動画失礼いたしました。ハム太郎でございます。なんで山って。私の名字は山田じゃないです。曽根です。はい。曽根ハム太郎乗っけてますからね。はい。というわけで、ミッション。徳玉か。徳玉引きたいんですけども、徳玉を引くのは、モン玉と絡めてて毎月決めてるんで。はい。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。ちなみに、アドゥブタだね。持ってるやアドゥブタが一番強い。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎です。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃ、バイバイ。